皆さんご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。本日はアフリカチャレンジカップ1回戦、クラブチームの意地を見せてもらいたい。シエモロッコ FC、 共に初戦は白星で飾りたいところでしょう。注目の一戦です。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。実況は私安塚博士、今日は解説に木村和彦さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。ここでベンチにマイクを移します。ジローラモさん、雨が降っている上に夜になってますます冷たくなりましたね。スライディングタックル、前半15分になろうというところ、両チームとも無得点。さあここはどう守る。シュートチャンス、
手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、コーナーキックのチャンスを得ました。頭で合わせた、決まった、シエロ先制ゴール。前半30分を回ったところです。シエロ先制のゴールを決めました。リマ、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。前半45分が終了。0-1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、解説の二方。もう1点取れれば大丈夫でしょうね。後半キックオフです。安塚さん、モロッコ 3-5-2 に変えてきました。攻守両面を強化するんでしょうね。ゴールに迫ります。強烈なスライディング、なんとかピンチをしのぎました。後半5分を回ったところです。シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。矢野、完璧なタイミングです。タイトなマークです。さてどうしますか。シエロ、右から展開します。センタリング要注意です。絶好のチャンス、蹴った、入った、ファインゴール。後半7分、決めたのは大きい、落ち着いて決めました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。大きい、無難に決めました。まあいい感じじゃないですかね。いいシュートでしたね。後半25分になろうというところ。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。見事な連携です。固いディフェンス、通った、絶好のチャンス。リコ、オープンスペースを晒します。クロスボールを上げるチャンス、いった、足で止めた。後半32分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。リコ、巧みなボールさばき。シエロ、相手ディフェンスを破れない。手元の時計であと2分。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。ああ、どうしたんでしょうか。これはカットされます。ここでカウンター、こうだ、リズミカルにつないでいきます。ゴール前チャンスだ、蹴った、あとボールこぼれた、決まった、シエロファインゴール。手元の時計であと2分。リコ、ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。リコ、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。Thank you.
ここで試合終了。結果は0対3。シエロ大量ゴールを奪い勝利しています。シエロ今日の勝因はチームとしてのね、形が出てきましたね。チャンスを確実にものにしましたし、実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。スタジアムの上空、低い雲が垂れ込めています。本日はアフリカチャレンジカップ2回、本当に楽しみな対戦ですね。シエロ、初戦を勝利で飾っています。ザンビア FC 対シエロ。シエロ、1回戦の経験がどう生かされているでしょうか。実況は私、安塚博士、今日の解説は木村和志さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどサンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。あー、キックオフです。それではベンチの方にカメラを映してみましょう。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが来てるんです。格好つけてください。これはよく見てましたね。慎重に運んでいきます。巧みなボールさばき。矢野、本当に残念そう。どう思われます？ギロラモさん、シエロ、
一つでも多く勝ってサポーターを満足させてほしいですね。ありがとうございました。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。前半30分、シエロ、あーっとここで笛。レッドカード出ました。を後にします。退場した彼の分も頑張ってほしいですね。前半38分、シエロ、退場で選手が抜けた穴をどう埋めるんでしょうか。ゲシャウ、右から徐々に詰めていきます。一旦後ろに下げます。右へ、下車、上がっていきます。一人で行くのか。蹴った、まだボールは生きている。決定的なチャンスを逃してしまった。手元の時計であと1分。さてどう、サラダで止めに行った。ここでカウンター、こうだ。さてどうしますか。ゆっくりと上がります。右に振ります。この位置から打つか、クロスボール、キーパー飛び出してこれをキャッチ。ここで前半戦が終了。両者ノーゴール。解説の二方、前半振り返っていかがでしょう。この調子だと先に得点したチームが勝ちそうな雰囲気ですね。後半5分が経過しています。シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。こうだ、巧みなボールさばき。こうだ、ゴールを目の前にして止められました。手元の時計で20分になろうというところ。両者無得点。シエロ、終盤でボールを抑えておきたい。さあここはどう守る。左から行った、蹴った、キーパーファインセーブ。あっとボールこぼれた。ギロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。シエロ、最後まで一生懸命プレイしてください。ありがとうございました。こうだ、大きくタイプチェンジ。ペレッタ、リコ、必死のディフェンス、綺麗に抜きました。ザンビア FC ディフェンダー慌てて戻ります。岡山、センタリングのチャンスだ。ヘッド、キーパーよく防いだ。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、少し疲れが見えてきましたね。だけど試合は、シエロ、これが最後のチャンスになりそうです。まあ相手の隙をどんどんついていってほしいですね。巧みなボールさばき。ここからどう攻めるか。突っ込んできた。シエロ、相手ディフェンスを破れない。ここで試合終了。ご覧いただいた通り0対0。シエロ、残念ながらこのゲームものにできませんでした。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。気温、湿度とも絶好のコンディション、絶好のサッカー日和に恵まれました。本日はアフリカチャレンジカップ3回戦、本当に楽しみな対戦ですね。シエル、今日の対戦相手は南アフリカ FC。 今の調子を大事にしたいところです。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。実況は私、安塚博史。今日は解説に木村和彦さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。なお今日の試合ピッチからのレポートをファンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。それではここでベンチの方にカメラを移します。ジローラモさん、きらめく星空の下での試合、ロマンティックですね。張り切っていきましょう。ここからどう攻めるか。中野、岡山、巧みなボールさばき。岡山、これは悔しい。手元の時計で15分になろうというところ、シエル、攻め込む隙を伺っています。岡山、ペナルティエリアまで行くか。ゴールに迫ります。絶好のチャンス、打った、決まった。シエル先制ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、シエル先制のゴールを決めました。中野、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。中野、ゴール前、うまくパスに合わせて得点です。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。手元の時計であと5分、シエロ、ここからどういった展開を見つけ取りで行くのか。打った、まだボールは生きている。このシュートは惜しくも外れた。ここで前半戦が終了、0対1、シエル1点のリード。解説の二方、前半をご覧になっていかがですか。チームの調子から言ってまだまだ安心できませんね。再び試合が始まります。手元の時計で5分を回ったところです。南アフリカ FC、 高いボールがいった、絶好のチャンス、打った、入った、スーパーエクセレントビューティフルゴール。後半5分が経過しています。決めたのはリコ、落ち着いて決めました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。吸い込まれるようにゴールイン。これはすごいテクニックですよ、本当に。まあこれは伝説になりますね。生きててよかった。どう思われます、ギロラモさん。シエロ見ていて安心できますね。強いですね。この位置から打った、クロスボールか、すごいパスが通った、打った、決まりました、ゴール。手元の時計で20分になろうというところ、決めたのはアスキオ、素晴らしいシュートでした。
VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度、最後に決めたのはアッキー。ここはもう一度守備のシステムの再確認が必要ですね。この辺りの攻めに対する対処がまずいですね。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、たくさん点を取って勝ちたいですね。ありがとうございました。スライディング、平山、ゴールを目の前にして止められました。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、シエロこのゲームをものにしました。シエロこれで2勝1分け。シエロ今日の勝因はチームの総合的な力の勝利でしょうね。見事に練習の成果が出ましたね。実況は八塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。いかがでしょうか。ピッチは水滴で所々光っています。本日はアフリカチャレンジカップ4回戦、クラブチームの意地を見せてもらいたい。シエロ、この試合で優勝を決めることができるか注目したいところ。今日の対戦相手はカメルーン FC。 さあ、挑戦を目指す戦いです。勝敗はもはや神の御と知るといったところでしょうか。実況は私、安塚博士。今日の解説は木村和司さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどパンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。さあ、キックオフです。現在大雨洪水警報が発令されています。前半2分、シエロ無難な立ち上がりを見せています。シエロ、早く守備を整えたい。メンキル、誰に合わせるか。センタリング、ボレーでいった。
キーパーよく見ていた。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。そうだ、一人で行くのか。ここで笛。キーパー、ディフェンダーに大きな声で指示を送っています。どうやらキッカーはリコ。これは狙ってくると思いますよ。どんなボールを蹴ってくるのか。ここで決めるのがストライカーですよ。狙った、決まった、ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのはリコ。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。解説の二方、技ありのフリーキックでしたね。いいカーブかかってますよね。気持ちよく決まりましたね。前半45分が終了。0-1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか。解説の二方、ディフェンスが固いですからね、多分そのままいくでしょうね。試合が始まります。手元の時計で5分になろうというところ。あー、どうしたんでしょうか。これはカットされます。左に出します。無難につないでいきます。巧みなボールさばき、一瞬の隙を突かれました。後半10分が経過しています。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。様子見てますね。右にパスが出ます。クロスボールを上げるチャンス。なんとかピッチをしのぎました。ギロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。シエロ、サポーターもこの調子なら安心です。ありがとうございました。高いボールがいった。あーっと、ここで笛。あーっと、ここでイエローカード。浮き、さあ PK です。ここは絶対に外せません。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのはウキ。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ウキ、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。場内歓声に包まれています。シエロ、アフリカチャレンジカップ優勝です。パワフルで素早い攻撃をものともせず、アフリカの強豪を下しました。選手たちも本当に嬉しそうですね。シエロ、世界に通じる実力と言えるでしょう。それでは歓声山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう。さようなら。
気温、湿度とも絶好のコンディション、絶好のサッカー日和に恵まれました。本日はアフリカチャレンジカップ5回戦、クラブチームの意地を見せてもらいたいナイジェリア FC 対シエル、注目の一戦です。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。実況は私、安塚博史。今日は解説に木村克史さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。なお今日の試合ピッチからのレポートをファンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。ここでベンチにマイクを移します。決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのはリコ。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ゴール前の混戦を制しました。ここの粘り頑張りは素晴らしいですね。いや、全くもって強い選手ですね。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。シエロ、逆サイドスペースができているぞ。ゴール前の混戦からどうするか。ここで笛。アベンテ、ここは見せ場です。高いボールがいった、決まった。ナイジェリア同点ゴール。前半30分、シエロ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。いいところに張っていました。キーパーもいい反応してますね。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。手元の時計で35分が経過しています。同点となっています。さあ中巧みなボールさばき、これは悔しい。ここで前半戦が終了、1対1、同点となっています。解説の二方、前半振り返っていかがでしょう。同点ですからね、まだまだ分からないと思いますね。後半キックオフです。どう思われます、ジロラモさん。シエロ、少し疲れが見えてきましたね。だけど試合はこれから頑張って。ありがとうございました。右サイド上がってます、ボールに迫る。後半5分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。通った、絶好のチャンス。うまく体を入れていきます。岡山、ここからチャンスになるか。シュートチャンス、まだボールは生きている。打った、入った、エクセレントゴール。後半5分、シエロ、1点をもぎ取りました。浮き、きっちりと決めてゴールイン。
VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。浮き、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で15分を回ったところです。シエロ、リードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。矢野、通った、絶好のチャンス。巧みなボールさばき、突っ込んできた。岡山、ゴールを目の前にして止められました。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、たくさん点を取って勝ちたいですね。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、勝てば天国、負ければ地獄ですよ。ありがとうございました。強烈なスライディング、ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、シエル、このゲームをものにしました。シエル、これで4勝1分け。シエル、今日の勝因はチームの総合的な力の勝利でしょうね。見事に練習の成果が出ましたね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。Thank you.